さあ行きましょう。取れることは確定してるんですけど、あの一応データをチェックしたら、まあ言うても上げ狙いの方がいいっす。あのプラスが連続で続いてるのあんまなかったんで、一番目立つのはここなんだよな。でこの辺りに1台は入ると思ってるんですよ、このどっちかに。こっちかな。で、まあ稼働状況とか時間にもよるんですけど、だいたい70回を切ってる台はマイナスで終わるんですよ。なのでまあこの2台が、並びで、マイナスで昨日終わってるんで、まあ、どっちか上げんじゃないかなと。でまあこの円形の島って、まあ、だいたいどこの店でも気合が入るんで、まあどっちか、ここすげえ目立つしっていうところでここの辺を狙ってました。8時3分ドライヤーしてました。ふぉーっと失礼いたしました。おはようございます。一応見てんだよ。あれ開いてる？開いてない？開いてる？え？いやちょっと待って、開いてたね。なんか申し訳ない。いや目立つとこ打った方がいいよね、多分ね。昨日すげえ当たってる台、こっちにしよう。センスで。おはようございます。おはようございます。さあ今回はケーズ、中川運河店さんの方に来ております。前回も前々回も中川運河でしたか？2回連続中川運河で、はい、多分その次で3回連続だと思う。そうですね。今スタッフの顔を伺ってるんですけど、誰もなんかみんな覚えてないのかな、うん、みんなの年だから、うんね、はい、ということでまあまあとりあえず割と連続目で。そうですそうです。はい。でまあ連続で同じような機種を打ってたのもありましたね。そういえばね。そうですね。僕はカバネリ、うん、カバネリ、私は花花を打ってたのもありましたけど、はい、今回は機種変わりましたよ。はいはい。ヨウメちゃんは、私は北斗でございます。いやー取れましたね、はい、いやー僕はね間一発取れなかったんでね。それまあ2人で北斗っていうのも良かったですけど、うん、まあまあそこはやっぱりわさびさんらしい気象。いやまあそうですね、一応寝台なんで、はい、あのキングハナハナを、自身もまだ打つの3回目なんで、うん、いい波してんすよ。本当に荒くなって出るし負けるし、すごくいい台だと思うんで、そこら辺を。でしかも花々でちょっといい成績、ここ2回連続で確かやってるん で、ね、はい、まあ、3連勝目指して、私個人はとりあえず頑張っていきたいなと思いますけど。ベンさんが終わる終わらないって話毎回してますよね。あああったあった。飯なんか食ってる場合じゃねえんだよっつって、はい、言ってましたからね。まあ、でも僕はあの初代北斗とかもうめちゃくちゃ打ってたんで、はい、まあ、一見得意だとこう世間に思われがちなんですけど、うん、別に得意ではないし。あ、なるほど。もうあの今回の北斗でもうあの無双転生 94% をすでに3連とかで、はい、やばいね、北斗も断髪食らったりとかしてて、あのいやオカルトですよ、オカルトですけど全然続く気がしないんで、もう憂鬱なんですよ、取れちゃう。いやこういうね日にね、あなんでこんな日に出ちゃうのよみたいな。あ、お願いしたいです。そうそう、お願いしたいんで、はい、ノリの時に出ちゃうのよみたいな時に出ちゃうから、はい、きっと今日はいいこと起きるよ、はい、うん、まあまあ、おのおのじゃあ、はい、まあ、一応寝台ということで、そうですね、はい、はいはい、今日はフレッシュの台を打ちたいと思いますんで、はい、頑張っていきたいと思います。さあ行きましょう。まあ散々ね、YouTube でパチスロ動画を見る人はもうみんなやってるでしょ。で言うてもまあ埋め合わせ的には導入後初収録ですけど、もうね多分導入日から動画上がってるんで、もうみんな大体見て、まあ、基本的な説明はもういいよと思ってると思うんで、まあ、基本的な説明はせずに、まあまあ展開に一喜一憂したり、まあ、僕なりに思ってることを話していこうかなと。とりあえず朝は、天国じゃなさそうと。でまあ、その数値もね、まあ、いろいろ出てるかもしれないですけど、あの放送される頃にはけれども、とりあえず、僕の今まで、あ見てきた感じとか組み合わせると、まあ、朝の、ね、天国以降はねあまりしない、高設定ではあまりしない印象です、まあ、したらもちろん期待できますけど、でも今ねあの第3バット白感が出たんで、もしかしたらと思ってますけど、まあ、それ以外が弱すぎるんだけど、てか何もしなさすぎる。そうそう、今ね僕ねあのレバウンド演出なかったら適当に押してますけど、
たまにこう消灯でレイヤー受けてパターンがあるんで、まあ、なるべくちゃんと流れる赤狙っといた方がいいですよ。とりあえずチェリー引きたいですね。まだ1回も引いてないよ。162ゲームでスイカも弱スイカ1回引いただけてチャンス目も引いてない。モードが動きようがない。まあでも高設定もちょっと偏るなんて普通なんですけど、まあでも最初からいっぱい引けるに越したことはないんでね、ちょっと寂しいな。一応もう次ゲームで300で一応、300って天井の短縮ありますけど、まあそれ言ったらまあ結構高設定の可能性が上がるぐらいなところなんで、まあということは逆に言うと高設定でもなかなか選ばれてくれないところですよね。今さらっと10本なくなったんで、おお来た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 。で一応ねこのね第2まで引っ張って第3ですよっていうのは、まあ、中段チェリーの可能性高いですけど、高いは高いけれどもモード差って意味でも出るんで中段チェリーとは限らない。でもこれは中段でしょ、うん、さあ今日初の中段チェリー。で一応通常っぽかったけど天狗の可能性もなくもあんまないかなんで多分 25% ですね。ああダメだな。一つのフェイク、お、多分無理だけど。なんだよ。あ、いいよ、これはいいよ。中段チェリーで通常に上がってスイカで天国で上がるみたいなね。お、いいよ、レアイク、レアイク帰ってきました。最初からいなかったけどやっと来てくれました。中段チェリーで弱スイカ、弱スイカと立て続けに引いたとこ上がっててほしいけどどうかな。やっぱ天国まで上げて刺すっていうのは基本なんで、言うてもジャンプアップとかね、中段チェリーで4分の1当たれば嬉しいけど、やっぱその上がって当たるっていう流れがやっぱこの設定多いんで上がりやすいからですね。お、これはねさすがにね中段なんですけど、残念ながら天国には上がってない臭いんだよな。2回目今日でこれで、まあ、さっきあの本当に全然300ゲーム以上引けなかったんですけど、一応373で2回なんで一挙にまあ悪くないところになるんですよ。なんでね、レイクの出現率ってまあもうちょっといけないからってないわとかはさすがに思わない方がいい。あー弱い。はい残念、2回目の 25% 外れましたね。最初から天井から、はい、というわけで今回はキングハナハナですね、寝台でございます、打っていきたいと思いますけれども、まあこいつはね鳳凰とは比べ物にならないぐらい波荒いですよ。正直打っていきたいと思います。もともとね角に取ってたんですけど、なんかオープニング取って戻ってきたら角が開いてたんで安定の角行こう。さあ行こう。まずベルがね枚数が少なくなってるのか9枚。でまあ、ベースが下がってる分ボーナス確率がほんのわずかに上がって、でしかもビッグの獲得枚数が増えているんですよ。そのせいでね、まあ、ざっくり言えば出るときすげえ速くなって、かつ、飲まれるときすげえ速くなってっていう波の荒さがあると思います。あとはもう独自のあのなんだろうな見解なんですけども、設定下の演出がなんか今までよりは出やすくなってる気がしますね。ビッグ5のランプとか、あとはそのレトロサウンドとかもう間違いなく確率上がってると思うし、まあ、とにかくねすげえ出たやったーって喜んでるのもつかの間、ちょっと 4,500 いかれるとすげえ一気になくなるみたいな印象もあるんで、でようやくその5号機以前のこの花々のこう打感というか
にようやくこの3作目にして近づいた気がしますね。昨日も打ってたんですけど、朝1000円でビッグ1回バケ1回連チャンババって引いて、そのコインが180だか190ゲームぐらい飲まれた時に衝撃を受けましたよ。何もベル引かねえんだけどっつって、でその後1000ハマって、その間にベルがゴリゴリに回復して、その後ガンガン連チャンしてバンバン出たっていう、そういうね、まあそれはまたまでしょうけど、激荒波をね体験してきたばっかなんで、今日もそういういいところを見せたいなと思いますけどね。いやなんかもうあれなんじゃないかな、ほんとランスの取り方変えたんじゃないかな。183ゲームだから108ゲームだね、僕自身が。スイバーまた、滑ってる、4コマ滑りしちゃったかも、スイカかも、スイカだと思う。はい、で今回はここのランプに色がつきます。あ、つかなかった、はい、あの変更時は2分の1だっていうのは変わらないと思うんですけど、まあつかなかったですね。白がついたように見えたかもしれないですけど、白は色ではない。はい、さあそれではまたやっていきましょう。でそうだ、俺昨日ね、昨日行ったホールさんでね、朝並んでる時に配ってたんだけど、花打ちといえば手袋、やっぱ花打つ人はこれでしょ。すごいね、これがまたね、僕は慣れないからあんまり打ち心地が良くないんですよね。で昨日も前半これつけて打ってね、せっかくホールで朝並んでて配ってるんだったらこれつけて打とうと思ってつけて打ってたら線はまった。あんま良くないかもしれない、ね、そしたらすぐ外しますけど。さあ終わりでいいですかね。やりにくくてしょうがない、むしろ北斗で使いたいわ。フルスライド機種でブラッっていうのにはすごいいいと思う。まあでも今日朝ね、あの円形の角というか円形のつなぎ目のところの奥とか空いてたんですけど、空いてるのか空いてないのかがパッと見て分かりにくいっていうのはやっぱ、でも空いてるのか空いてないのかなってやってるうちに他のお客さんがね、あの座られちゃったんですけどね、なんかいろいろとこう対策的なのはこれからもさらに必要なのかもしれないですね、そういうトラブルにならないように。ちょっとまあね、偏ることはよくあるし、うん、高設定で弾けないこと低設定で弾けちゃうことあるけど、ちょっとひどいね。一回も上がってないんじゃないかな天国には。まあ、もちろんね、あの強い攻撃弾けてないっていう、まあ、それ自体も設定ってあるんですけどもあるし、その、まあ、弱い攻撃でもモード動いたりするっていうのが高設定の特徴なんで、なんていうんですかね、だから一個一個はまあそれはね、攻撃が引けないこと、高設定でもある、もう動かないことだってあるけど、全部来てますからねこれ。でも、まあ、もちろんありますよ、全部が悪くても結果当たりでしたってことあるっすけどね、それは別にスマスロフトに限らずあるっすけど、まあでも続けられるかどうかっていうと、よっぽど自信ないとこういう挙動のまま現状朝行っちゃったら、まあ続けるのは勝つためには良くないという感じになります。結果当たりだったとしても、だから当たりじゃないことの方が多いと思うんですよ。でそれを当たりなことの方が多いにするのはこう絞り込む、こうなんですかね、要はいわゆる根拠作り、うん、なんですけど、これ加藤とね、うん、でもそれがね、あの通ってる店とかではないんで、もちろん何回か落としていただいてますけど、それなりにデータも見たけれども、言うてもなんで、そんなの加藤製で上がった当たったの可能性が出てきたら、たまにあるんだよね、絶対それ初代より多いと思う。初代なんてめったになかったから、少なくともフェイクいってるから、角地でフェイクいくっていうのはおかしいから、角地で、まあ、本当に天国行ったか当たってますよこれは。あ、当たってるわ、角地ですね。ちょっとこの辺がね、どれぐらい設定されるか謎です。
とりあえず2万ぴったりで、一応こういうレアな、まあ、プレミアとされるようなレースで行ったときは北斗通りしやすいと言われてます。で実際僕もそう思います。あのレアな前兆でもそうです。ところではありませんでした。お、黄色、まあまあいいよ、まあ、何はなくともちょっと619ゲームハマっちゃいましたけれど、ぴったり20本で、初当たりです。もちろんね、あの84、89がいいですけど、そんな贅沢言わないから79ぐらいはくださいみたいな。黄色ローはね、そういう感じでちょうど見れる感じなんですよ僕はね、あの7揃える時もそうでしたけど、僕あのボタン離すタイミングとか一切気にしないですから。気にしない方がいいっていうのが僕の答えなんで、それは気にしなかったら連チャンするとかそういうんじゃなくて、気にしても意味がなくて、でそれをね、まあ、いろんな、まあ、オカルトというかいろんなみんなことやるじゃないですか。それやって続いちゃったら今後やんなきゃいけないし、やらなくて続いたら自分の責任みたいに感じるんで嫌なんですよ。あの事実としては意味がないと思ってるん でただやる人は否定しないですよ。楽しみでやる分 で俺もあのやることはあるんで、それ基本的にはやらない方がいいと僕の中では思ってます。でどうなんですかね、まとまってる。結構初代福田復活って多かったんですけど、復活する可能性は低いんですよ。あの途中のね、会話とかいろんな分岐があるんで、分岐は何もない場合はでね、一例ぐらいしてるわけないんだね。それで天狗かどうか見ますか。ちょっとげんなりはしてますよね。あ、赤天狗スタートです。これはね、あのこれが続ける理由にはなり得ます。当たっちゃって、当たっちゃって、ジャックスイカだけど当たっちゃって、これが赤い人、赤い人来たじゃん。これダンザン、あ、あ、あ、う、え、て、て、て、よし、あ、青です、確定です。嬉しい。やっぱね、あの中段チェリーでランプ矛盾が出るって最高のね。よし、でかすぎるんだよ。これ負けるかな。はい、天国からそのままさせました。2回目の当たりまずあっさり、まあ、天国スタートがいかに有利に働くかということですね。何色でもいいから単発も勘弁してね。青、動いてないし、マジかよ。きつっ。まあ、梅ちゃん北斗でね、やれ単発だ3連だっていう話オープニングでもしてましたけど、まあ、あるあるですよ。僕はまだ最高6連ですからね。え、いいの別に、どうせ平均する、平均的になるんだから、たくさん打てばね。で普段の稼働で打つかって言われると、あの打とうと思ってたんですけど、あまりにも座れないし、あとその結局やっぱどんな時でもあの入る前に狙い台を作ってから入るんで、僕狙い台に座れない以上は北斗が空いてても空いてないのと一緒なんですよ。だからね、そうなってくると今はまだ打つべきじゃないなと思って、僕は打つだけは打ってないというか打ててないです。やんでもいいからやみくもに座ろうっていう感じではないんで、俺の台は375ハマっております。さあまだやりますよ、全然やります。もう昨日で体勢ついちゃった、1000ハマって。よし、上見上げたら光った。513ゲーム、1万3000円ですね。どっち？どっち？どっち？こっち！よし。ふぅ、乗り切ったぞ。もうちょいでね、ベル100なんでね。まあ、そればっか気にしてるとね、その間当たらないからよくないんだ。連チャンしないじゃないの。大丈夫？ちょっと。
する前提で打ってるからね、こっちは。100ベル、めちゃくちゃいいじゃん。 7.13 ほら上がった。いや分かんないんだよ、僕は今までちゃんとコインの出るイーダイ風のやつを2回打って両方 7.2 だったっていう前例があるだけで、まあこれ見てる皆さんはね、あの僕よりもはるかに打ってるでしょうから 7.2 ではそんなに良くねえよって思ってる方もいるかもしれないんでね。いやいや耐えますよ、花々打ちは根性と辛抱が大事です。ただもうコインを握りにこう下皿に左手を伸ばすだけで左肩がビキビキビキビって言ってる。でもね、今日梅ちゃんも車の中で今腰がやべえって言ったんで、もう満身創痍で戦ってますから、おっさんは応援してください。でコメントにうるせえジジイって書いておいてください。うるせえんだよジジイ。よし241ゲームよし15,000円。さあそろそろ頑張ってもらわないと困るぞ。力したる。いつ1ゲーム目に光ってもいいように身構えてんだけど、なかなか光んないね。レンチャンせんじゃない、もう。もうなんか使えないこと言ってたら光りそうじゃん。プロジェクト 7.56 まで下がっている。やめた方がいいかもしれん。移動すっか。忍耐力の話してたけど移動するか。あそこに。嘘でしょ、ずっと空いてたじゃん。そう、なかなか試練を与えてくる台ですよ。はい、むしろ行きたいです今。状況の変化待ち、バイガリゾー。よくあるやつ。はい。三連続単発、さすがにきついですね。さすがにな、ちょっとグッとくるな。でまあ、切り替えてどうしようか、今後どうしようかってあれですけど、まあ、火薬もかなり落ち出してチャンスメイターね、意外と続けた方がいいかもなとか思い出してますね。言うても初当たり立て続けに3発引いて、初当たり自体も悪くなくなってるんで、ただあのなんか全然惜しい気に関係ないですよ、関係ないですけど、勝てる気するかっつったらますますしなくなってます、初当たり引くたびに。おお、え、大オーラで形あるの？ってことは天国、それか俺今4個も早く押した、そんなことある？あこれ間違いなく中間チーム。お、当たりましたね。いや、初当たりが急に、これ4発目、107ゲームです。急に当たり確率は良くなってますけど、あの今のところ BB 確率は、初当たり確率と全く同じです。つまり3連打くらってますが、4発目で黄色に戻りましたね。黄色、青、白ときてまた黄色に戻ります。マジ頼むよ。次はケンシロウの攻撃で安心させると、あ、セリフ確定じゃないですけどチャンスアップです。これ出といても負けたら本当いよいよ本気で飛行してやる。まあ、パンチセリフ出てパンチだよね。よし、2連でこんな喜ぶやついます、ここにいます。
よかったー。あ、レンチャンってこういう感じでするんだ、うん、かわすのよ。よし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 、たまにはケンシロウ攻撃も見たいっすね、ほら。よし、おー、忘れてたよ存在を。そうそう、5連以降は、継続の2分の1で、まずは愛を取り戻せが流れると、流れなかった時点で、結構不安になるんだよね。おっ、多分ね2分の1くらい、まあ、2分の1より多いと思うけど、でバトルいきます。はい、いきます。しかもザギちゃんほぼ勝てるよ。でも一応リプレイぐらいは引いた方がいい。あ、お、お、お、あ、外れか。でもそもそも勝ちやすいんだから。よし、誰かいて、まあ、かなりいるんですよね。よし、チャンスチャンスチャンス。プラマイゼロぐらいまで行きましたね。まあ、あの初当たりとかも考えてたら、初当たりは結局高設定の数値で引けちゃってるんで、ね、あの偏ってますけど、こう偏りがあるから面白いんですけどね、このレンジャーに関しては、攻略に関しても。でもしんどいっすわ、偏り続けることだってあるわけだから。もう3連単って、ね、相当やばいっすよ、うん、まあ、攻撃されたほうがどっちかって言ってるんだけど、しかも防がれた。まあちょっと厳しいですね、どっちも。あ、出ない。これね、プスボタンが出て無双先生チャンスっていうのがね。攻めて攻めてパンチで、これ激ヤバ。継続で2分の1当たらずで、次にいろんな分岐で全部悪い方に行っちゃってるので終わってる可能性が高いかな。それでも終わらないことがあるから楽しいんだけどな。分岐が全部ダメだったのか、おそらくダメでした、ね。まあ、とりあえず816枚で今ちょうど1000枚ぴったりぐらいなので、まあ、プラマイゼロラインを超えました。だよね。で、まあ、もろもろの数値が一挙に回復したんで、このまま続行です。もうすぐ前半戦終わりだと思うんですけど、ちょっとこれのモードだけはっきりさせたいですね。あ、多分大丈夫。第3振り返りはすごい強いん でここのままリプレイいっぱい引いて分かんなくなって、リアク引いて分かんなくなっても、あの僕は天国だったと、いうことに多分します。あ、これで4分の1の可能性が高い。今ね、4回初当たり引いて、2回天国スタートしてると思われるので、かなりいいですよ。最初の一発目当たるまであんなきつかったのにね。まだ僕もやめようかなみたいなこと言ってましたけど、結局やめなかったっていうのが答えで、それまでに回復してくれたっていうのでもう OK なんですよ。おー、もう大丈夫でしょう。連続スタート、なんだったらさっきのチャンス目で当たったじゃないかぐらいエース級に。あ、熱いっすよ、ここでのナビ。あ、ナビ無重。はい、天国スタートでしたね。ここまで、チャンス目しか引いてないんで、まだ残り時間あるので、もう消化しちゃいましょう。かなりいいですよ、急に。もう絶望的なぐらい悪いぐらいのこと僕言ってましたけど、朝一発目当たるまでだけでしたね。その後はかなりいいです。お、緑強一イーロで、これをいい感じで継続させたまま、後半戦行きたいところですね。
そう。お前が思っているほど北斗神拳は、はい、だからまあちょっと嫌な感じのとこですけど、まあここで前半戦終わりです、ね。